皆さんこんばんは。福音喫茶を始めていきたいと思っております。今日は最初に君は愛されるために生まれた、この歌を賛美していきたいと思います。君は愛されるため生まれた、君の生涯は愛で満ちている。君は愛されるため生まれた、君の生涯は愛で満ちている。永遠の神の愛は我らの手足の中で実を結ぶ。君の存在が私今どれほど大きな喜びでしょう。君は愛されるため生まれた、今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた、今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた、君の生涯は愛で満ちている。君は愛されるため生まれた、君の生涯は愛で満ちている。永遠の神の愛は我らの出会いの中で実を結ぶ。君の存在が私にはどれほど大きな喜びでしょう。君は愛されるため生まれた、今もその愛受けている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 。今もその愛受けている。続けては聖歌の中の229番、驚くばかりのアメージングレイスを歌います。
球根の中にはこれを歌っていきたいと思います。花が秘められ、さなぎの中から命羽ばたく。寒い冬の中、春は目覚める。その日その時をただ神が知る。沈黙はやがて歌い変えられ、深い闇の中夜明け近づく。過ぎ去った時が未来を開く。その日その時をただ神が知る。命の終わりは命の始め。恐れは信仰にしわ吹かずに、ついに変えられる永遠の朝。その日その時をただ神が知る。花も歌っていきたいと思います。ここに泉は湧く。涙を過ぎる時、やがて身を結び、笑い声に満ちる。花も雲も風も海も、奏でよ奏でよイエスを。空に響け歌え魂よ。恵みを恵みを恵みを。仰げ天は開き、僕らは見るだろう。やがて花は咲き、栄光の主が来られる。花も雲も風も海も、奏でよ奏でよイエスを。空に響け歌え魂よ。恵みを恵みを恵みを。花も雲も風も海も、奏でよ奏でよイエスを。空に響け歌え楽しいよ。恵みを恵みを恵みを。恵みを恵みを恵みを。今度はですね、教会福音賛美歌の443番、人生の海の嵐、これも歌っていきたいと思います。
生の海の嵐もまねきし好みも不思議なる神の手により命拾い知る愛しすけき港に着き我は今安ろう救い主イエスの手にある身は人も安し悲しみと罪の中より救われしこの身にいざないの声も魂ゆすぶること愛しすけき港に着き我は今安ろう救い主イエスの手にある身は人も安しすさまじき罪の嵐をもてあそぶ間に死を待つは絶えぞ直ちに逃げ込め港に愛しすけき港に着き我は今安ろう救い主イエスの手にある身は人も安し愛しすけき港に着き我は今安ろう救い主イエスの手にある身は人も安し死の涙という歌がありますね。岩渕のことさんが作ってくださった歌なんですけれども、この死の涙を歌っていきながら御言葉を待ち望んでいきたいと思います。
心に迫る父の悲しみ、愛する人以降十字架につけた人の罪は燃える日のよう、愛を知らずに今日も過ぎてゆく。十字架から溢れ流れる泉、それは父の涙。十字架から溢れ流れる泉、それはている聖書のメッセージに耳を傾けていきたいと思っております。前回からのところを少し振り返ってみたいんですが、大洪水の時代、ノアの箱舟の時代のことを今覚えております。洪水前には地球規模で暴虐に満ちていた、そんな時代でした。ノアという人物に
神様が目を止められ、そしてノアを通して箱舟が、巨大な箱舟が建設されていきます。完成するのに何年も何年もかかったその箱舟建設の時がありました。その間、キリストは霊の形でその時代の人々のところに現れて、そしてこの箱舟にお入りなさい。箱舟に入らないと滅んでしまいますよ。ぜひ箱舟に入ってください。どなたでも一人でも多くの方が入ってくださいと、箱舟への招きが、大きく扉が開かれて、そして恵みの時、救いの時が備えられておりました。けれども時が至って、ついに主なる神様によって扉が閉ざされて、その洪水前の時は終わりました。世界各地で40日間降り続いた激しい豪雨、150日も増水し続けて、半年近くステイホームの時がありました。分水嶺となったのは、先週見ました8章の一節、主がちゃんと心に留めておられた。ノアとその家族たち、またその生き物たちのこと、そして神様が吹き渡る風を水の上に吹かせられると、水はその時から引き始めたとあります。150日もかかって増水したのですから、少しずつしか水かさは減りません。さらに長い間ステイホームの時が続きました。ピークは過ぎたのですが、まだまだ予断を許されない、そしてまだ取り付く島がない、そんな状況がずっと続きました。しかしやがて陸地が現れて、そして鳩を放つとオリーブの葉っぱを加えてきた。それは新しい大地が芽生えて、そして木が生えて、新しい新芽が出てきた。新しい世界が再び再創造されて、そのようなことを、その手応えを覚えた時でした。それからしばらくして鳩を放ったら、もう戻ってきませんでした。そしてしばらくのうち、神様がおっしゃってですね、やっとステイホームの時が終わります。さあ、ノアとその家族とその生き物たちを箱舟から出ておいで。そして今日見ていきたいのは、洪水の後の虹の契約のところです。ノアとその奥さん、そして3人の息子たち、セム、ハム、ヤペテとその奥さんたち、たった8人の人たちだけが残されたわけですが、この8人のフロンティアを通して世界がまた新しく再創造されていく、そんな大洪水の後の話を今日見ていきたいと思っています。それと重ねて、今のコロナの時代と言われるこの時、コロナ前はどんな時代だったでしょうか。地球規模で自己中心な時代でした。それぞれの国はそれぞれの国のことしか考えない。 Me first generation になるという言葉がありますが、自分が一番第一、自分の国が一番第一、他の国はどうなっても構わない、そんな形で地球規模で自己中心な自分勝手な時代であったかと思います。グローバルという言葉が使われておりました。地球規模という意味です。地球規模の大移動、旅行が行われていました。ところが、あのクルーズ船がコロナの温床となってしまいました。地球規模のビジネス、経済が行われておりましたが、同時に地球規模の環境破壊が行われていました。都市への一極集中が起こり、都市と地方の格差は広がる一方でありました。金持ちと貧乏の格差も増え広がる一方、ほんの一握りの金持ちたちが世界中の財をかき集めて、そのような時代であります。個人主義、自助努力、自己責任と言われて、そんな中で孤独死や DV や虐待、いじめ、自殺、殺人、差別、偏見、憎しみ、腐敗、絶望、虚無が地球規模で広がって蔓延していた時ではなかったでしょうか。今コロナの時ですが、まさに現在進行形でありますが、緊急事態宣言が日本においては完全に解かれていきつつあります。東京都も6月から第2段階に入ってですね、さまざまな場所も開放されていく、また少しずつ営業を開始していく、そのような時があります。まだまだ油断できない中にありますが、他の諸外国と比べて日本は守られているなと思います。しかしこれからです。そんな簡単にマスクも必要ない、
アルコールの消毒も必要ない、そんな時代がすぐに来ることはありえないでしょう。不要不急の外出を、まあ、なるべく避けていくこと、また3密といわれる密集、密接、密閉を避けていく、それはこれからこそ必要なことでしょう。今まで不要不急の外出が控える、その緊急事態宣言が出されていた時には反強制的にステイホームでしたけれども、気の緩みも出てきます。そんな中で油断をするとクラスターがすぐに起こるでしょう。集団感染が北海道あたりも、あるいは北九州あたりも二次感染のピークが始まりつつあるかもしれません。そんなポストコロナに向けてのこの時ですから、今日も洪水の時代のことを見ていきたいと思っております。今日は大洪水の時代とコロナの時代、丸3、再出発の時、旧約聖書創世記の9章1節から29節、9章全体から見ていきたいと思っています。短く祈りましょう。天にいます私たちの父なる神様、あなたは慈しみ深く憐れみ深い方です。本当にあなたの憐れみは尽きないからだと聖書は語っています。あなたの憐れみなくして誰が救われることができるでしょう。あなたの憐れみなくして誰が罪深い者が義と認められるでしょうか。主よ、憐れんでください。今もなお世界各地で新型コロナウイルスが猛威を振るっております。特にアメリカ、そして南のアメリカにおきましても、ブラジルや諸外国において爆発的な感染が起こっております。またアフリカにおきましても増えております。また神様、さまざまな諸外国で今なお予断を許されない状況があります。どうか神様、あなたがこのコロナの災いを転じて福となしてください。すべてのマイナスをプラスに変えることができるあなた様が、このことを通して恵みの時、救いの時と、この時が変えられていけますようにお導きくださることをお願いいたします。主を語りください。しもべは聞いております。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。創世記9章、聖書をお持ちの方はお開きください。今日少し長いところですから、このスクリーンには出ませんけれども、9章全体を朗読させていただきます。いつものように4つの部分に、起承転結に分けることができるかと思いますが、まず1節から7節あたりが木の部分になるかと思います。創世記9章の1節から、神はノアとその息子たちを祝福して彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ。あなた方への恐れとおののきが、地のすべての獣、空のすべての鳥、地面を動くすべての布、海のすべての魚に起こる。あなた方の手にこれらは委ねられたのだ。生きて動いているものは皆、あなた方の食物となる。緑の草と同じように、そのすべてのものを今あなた方に与える。ただし肉はその命である血のまま、血のあるままで食べてはならない。私はあなた方の命のためにはあなた方の血の値を要求する。いかなる獣にもそれを要求する。また人にも兄弟である者にも人の命を要求する。人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形として作ったからである。あなた方を埋めよ、増えよ、地に群がり、地に増えよ。まずこの部分で区切って見ていきたいと思いますが、木の部分です。7節にありましたように、あなた方は埋めよ、増えよ、地に群がり、地に増えよ。初めの時と同じような埋めよ、増えよという祝福の言葉が語られていきます。同時に洪水が、やっと水かさが水が引いたばかりですから、ほとんど緑の草がまだ十分に茂っていない、実を実らせることまで至らない、その間植物が、育っていく前にですね、実が熟する前に食物が、食べ物がない、食料の一時的な危機的な状況でしたから、神様は3節のようなことをおっしゃいました。生きて動いているものは皆
あなた方の食物となる。緑の草と同じようにそのすべてのものを今あなた方に与える。いわゆる肉食を神様が、進めていかれた、そのような場面です。けれども神様はその肉をですね、命である血のあるままで食べてはならないと、そのようなこともはっきりおっしゃったことが記録されています。命である血のあるままで食べてはならない、これは輸血とかということではないんですけども、血の滴る状態で生のままで肉を食べるなとおっしゃいます。なぜでしょうか。血は命そのものと言えるようなものですから。そして五節に記されているようなことを神様はおっしゃいます。聖書の原則のような言葉です。私はあなた方の命のためにはあなた方の血の値を要求する。いかなる獣にもそれを要求する。また人にも兄弟なる者にも人の命を要求する。六節、人の血を流す者は人によって血を流される。それほどに人間は高価で尊いものとして作られています。特に人間は動物とは違って神の形に作られているのですから。神は人を神の形として作ったからであると記されています。聖書だけが人間は特別なものであって普通の他の動物とは一線を画する、人間だけが神の形にデザインされて作られている、神の尊厳がある、神の命がある、その神の命が宿った人間をないがしろにして血を流し殺してはならないと言われます。再び血が暴虐で満ちることがないように神様はそのようなことを厳しく警告していかれます。同時に神様は祝福の言葉も語られました。あなた方は産めよ増えよ、地に群がり地に増えよ。8人の人々からもう一度全人類が全く新しく増え広がっていく、そのようなことが歴史的に世界史の中で起こっていったということであります。起承転結の章の部分8節から11節を見ていきたいと思います。神はノアと彼と共にいる息子たちに仰せられた。見よ、私は私の契約をあなた方との間に立てる。そしてあなた方の後の子孫との間に、またあなた方と共にいるすべての生き物との間に、鳥、家畜、それにあなた方と共にいるすべての地の獣、箱舟から出てきたすべてのものから、地のすべての生き物に至るまで。私は私の契約をあなた方との間に立てる。すべての肉なるものが再び大洪水の大水によって断ち切られることはない。大洪水が再び起こって地を滅ぼすようなことはない。神様はっきりと、二度と再び大洪水によって全地を滅ぼすことはしないと誓ってくださったわけです。そしてそれは契約として人間と、そして全ての作られたもの、生きとし生けるものとの間の神様の契約として、二度と再び大洪水の大水によって断ち切られることはない、大洪水が再び起こって地を滅ぼすようなことはないと神様は誓ってくださった、契約してくださったということであります。起承転結の天の部分12節から19節を読んでいきます。さらに神は仰せられた。私とあなた方との間に、またあなた方と共にいるすべての生き物との間に、世々にわたり永遠に私が与えるその契約の印はこれである。私は雲の中に私の虹を立てる。それが私と地との間の契約の印である。私が地の上に雲を起こすとき、虹が雲の中に現れる。そのとき私は私とあなた方との間、すべての肉なる生き物との間の私の契約を思い起こす。大水は再びすべての肉なるものを滅ぼす大洪水となることはない。虹が雲の中にあるとき、私はそれを見て神とすべての生き物、地上のすべての肉なるものとの間の永遠の契約を思い起こそう。神はノアに仰せられた。これが私と地上のすべての肉なるものとの間に私が立てた契約の印である。
箱舟から出てきたノアの息子たちはセム、ハム、ヤフェテであった。ハムはカナンの父である。この3人がノアの息子たちで、彼らから全世界の民が分かれてた。12節から19節読みました。神様は契約の印として雲の間に虹を立てるとおっしゃいました。虹というのは契約の印なんです。特にこのノアの時の契約の印です。にわか雨が降った後、光が、太陽の光が差し込んでいきますと、その光によって雨が降っている状態でまだ光が差し込んでくると虹が出てきますよね。雨上がりのまだ雨が残っている中で太陽の光が出てくるときに虹が現れます。それは契約の印なのです。神様もその虹をご覧になるときに私の契約を思い起こす。その時私は私とあなた方との間、すべての肉なる生き物との間の私の契約を思い起こす。虹を見るたびに大洪水は再びすべての肉なるものを滅ぼす洪水となることはない。虹が雲の中にあるとき、私はそれを見て、神とすべての生き物、地上のすべての肉なるものとの間の永遠の契約を思い起こそう。永遠の契約としてノアとその生き物たちに結ばれた契約は今も有効であります。そして18節に記されていました。箱舟から出てきた、ステイホームから解放された人々、ノアの息子たちはセム、ハム、ヤフェテ、この3人の息子たちでした。ハムというのはカナンの父です。この3人がノアの息子たちで、彼らから全世界の民が分かれていたとあります。遺伝学的に調べていくならば、この3人から白人も黒人も黄色人種も、広がっていったということですね。そのようなことが、言われております。いずれにしましても、本当にこの再スタートの時は本当にわずかのたった8人の人たちからの再創造の歩みでありました。それにしましても、生き物のすべて、その種類に従って滅ぼすことなく、絶滅危惧種になさることなく、ゾウさんもキリンさんもトラさんもライオンさんもカバさんも、あるいはさまざまな形でハムスターも、あるいは猫も犬も、さまざまな形でその種類ごとに頭蓋でまた再び増え広がることができるように、神様は箱舟の中に全ての生きとし生けるものを入れてくださって、守ってくださり、そして再び全地に広がるようにと命じていかれた、そんな祝福の再出発の時が今日の場面であります。そして今日最後に見たいのは、この創世記9章の20節から最後の29節に記されているところです。基礎的ですの結論の部分にあたります。さてノアは農夫となり、ブドウ畑を作り始めた。彼はブドウ酒を飲んで酔い、自分の天幕の中で裸になった。カナの父ハムは父の裸を見て、外にいた二人の兄弟に告げた。それでセムとヤフェテは上着を取って、自分たち二人の肩にかけ、後ろ向きに歩いて行って父の裸を覆った。彼らは顔を背け、父の裸は見なかった。ノアは酔いから覚め、末の息子が自分にしたことを知った。彼は言った、カナンは呪われよ、兄たちのしもべのしもべとなるように。また言った、褒むべきからセムの神主、カナンは彼らのしもべとなるように。神がヤフェテを広げ、彼がセムの天幕に住むようになれ、カナンは彼らのしもべとなるように。ノアは大洪水の後350年に来た。ノアの全生涯は950年であった。こうして彼は死んだと記されていきます。
この最後の結論のところですね、この川野雄一牧師の書いている今を創造的に生きるために創世記1章から11章からの52の目想、この本の中でこのノアが裸になっていたというところをご紹介したいと思います。ノアは裸になっていた。これまでのノアの人生には何の落ち度も不信仰も弱さも書かれていません。彼は洪水による神の裁きという危機的状況の中で神の言葉に愚かしいほど忠実に黙々と従ってきたのでした。6章22節とか7章5節などを参照。これまでにノアの言葉が全く記されていないことからも伺われる通りです。黙々と忠実にノアは主の御声に聞き従った、そんな人生を歩んでいたかと思います。29節には先ほど読んだ9章ですね、9章29節にはノアの一生は950年であった、こうして彼は死んだとあります。その直前のことがなかったなら聖書を読む私たちはなんと恵まれた気持ちで読み続けることができるでしょうか。ところが危機を乗り越えて箱舟から大地に降り立ったノアには緊張のほどけた平凡な老後の生活が待っていました。ちょっと糸が切れてしまったタコのようなですね、緊張の糸が切れてしまった、そんな平凡な老後の生活が待っていました。皮肉なことにその時彼は葡萄酒に酔っ払い失態を演じたことが書かれているのです。さっき見た通りです。超高齢化社会に向かう中、最近はキリスト教会でも老いについてよく語られます。そんな時の標語、美しく老いるためには魅力的です。でも信仰によって良い準備をすれば必ず美しく老いることができるでしょうか。時にそのような理想はキリスト者にプレッシャーを与え、心身の弱体化や痴呆症などで老衰を晒すことを恐れさせます。なぜならそれがその人の信仰生活、信仰生涯全体の評価を台無しにしかねないからです。詩篇71編3章、いっそのこと働き盛りに惜しまれて召される方が望ましく思われるかもしれません。確かに若い時や緊張した生活の中では活発さと自制心によって抑制できていた人間の弱さが年とともにほころび出てくるのは悲しいことです。しかし神の恵みによる救いがそれによって失われてしまうわけではありませんから、私はキリストにあるなら醜く老いても大丈夫と語る必要も感じます。あなた方が白髪になっても私は背負う、私は背負って救い出そう、イザヤ46:4-3。ノアの失態はノアの信仰が本物でなかった証や神の力が足りなかった証拠として書かれているのではありません。反対にこのような弱さを抱えた生身の人間を通して神が働き続けてこられた神の恵みの力強さの証なのです。まあ、そのようなことが書かれております。ここに引用されていましたが、一箇所聖書を開いてみたいと思います。旧約聖書の後ろの方に予言書というのがいくつかありますが、イザヤ書から始まっていく、大きな予言書と言われる予言書が出てきますが、イザヤ書、旧約聖書のイザヤ書の46章、ですね、46章のせっかくですから1節から4節あたりを見ていきたいと思います。旧約聖書イザヤ書46章1節から4節あたりを読みます。ベルはひざまずき、ネボはかがむ。ベルとかネボというのはバビロンという国の神様でした。人間が作った神々がベルとかネボとか言われていた、そういう神々の名前です。ベルはひざまずき、ネボはかがむ。彼らの像は獣と家畜に乗せられる。あなた方の荷物は疲れた動物の重荷となって運ばれる。彼らは共にかがみ、ひざまずく。重荷を解くこともできず、自分自身も囚われの身となっていく。この1節、2節には、人間が作った神様というのがどういう性質を持っているのかということが紹介されています。
日本的に言うならば、仏さんのですね、そういう仏像だとか、あるいはお地蔵さんだとか、そういうものですよね。あるいは仏座の中にあるご本尊とか言われるようなものとか、まあ、そういうものでしょう。人間が書いたり刻んだり、作ったそういう神々、そしてそれに名前が付けられています。それぞれの神様の名前があるでしょう。ところがそのような神様はひざまずいたりかがんだりするというのです。獣とともに家畜とともに乗せられて、今が言うならば引っ越しの業者ですよね、引っ越しの業者の、トラックとか、そういうものに乗せられて、移動していく、引っ越しされていく。あなた方の荷物は疲れた動物の重りとなって運ばれる。当時は車とかありませんでしたから、移動手段、その重たいものを運ぶ手段は動物の背中に乗せてそれをお乗せしている。立派な神様ほど重たかったことでしょう。その荷物とはっきり言われていますが、もう大きなお荷物なんですよね。立派な仏壇も重たいです。何百万もする仏壇があるとですね、本当に重たくてですね、動かすこともできません。引っ越しするなんて言ったら大変なことになります。引っ越し業者の人はですね、もう何人もがかりでですね、そして丁寧に傷つけずに運ばなきゃいけないですから、余計に大変です。疲れた動物の重荷となって運ばれる。その運ばれていく神々は人間が運ばなければ動くことができない、そういう神様です。それが人間が作った神様たちの特徴でしょう。人間が作った神々は人間が動かさないと動くこともできません。火事になってそこの火事の現場から人間が助け出さないと、その仏像とかは燃えてしまうでしょう。洪水になった時にそこから人間が助け出さないと水没してしまうでしょう。自分で動くことができませんから。人間が作った木や金属の神々は、神の神々は自分で動くことができませんから、誰かが、人間が背負って重たい中で一生懸命運ばなければいけない。彼らはそのような神々は共に鏡にひざまずく、人間と一緒にかがんだり、よっこらしょっとひざまずいたり、重荷を解くこともできず自分自身も囚われの身となっていく。引かれていくまま、その運ばれるまま動いていくしかない、そういう神々の姿があります。それに対してイザヤ書46章3節4節には、今度は人間を作られた神様、人間が作った神様ではなくて人間を作られた神様、音がしか違いませんが、もう天地の違いがあります。人間が作った神様は人間が運ばないと移動できません。でも人間を作られた神様であるならば、人間が運ぶ必要なんか全くありません。むしろ私たちを神様が運んでくださる、背負ってくださる、そういうことが紹介されているのです。その素晴らしい箇所を、特に白髪になって年寄りになってじっちゃんばっちゃんになったとしても、寝たきりになったとしても、車椅子になったとしても、それでも神様は見捨てないで、産ばせて山をなさることなく、最後の最後まで面倒を見て、約束の地に、天国まで、神の国に連れ上ってくださるという約束です。イザヤ書46章3節4節。とっても素晴らしいことです。フットプリンスという、有名な素敵な詩はですね、このような箇所からヒントを得て書かれているものと思われます。イザヤ書46章3節から読みます。ヤコブの家よ、私に聞け。イスラエルの家のすべての残りのものよ。ヤコブ、イスラエル、その同じです。神に選ばれた民の人たちです。体内にいた時から担がれ、生まれる前から運ばれたものよ。そうです、私たちは お母さんのお腹の中にいた時から神様に担がれているんです。生まれる前から神様に運ばれて生まれてくるのです。お母さんが一生懸命頑張って胎盤をデザインして、へそのをデザインして、人を、子供をお腹の中で作るんでしょうか。そんなことはできません。お母さんはただ休んで栄養をとって適度な運動をしていくだけです。それ以外のことができません。でもその時からお母さんのお腹を間借りして
神様が新しい人間を、赤ちゃんを、あなたをお母さんのお腹の中にいた時から担いで運んで、そして生まれる前から運んで、細胞分裂が何回も何回も起こって、と月10日お母さんのお腹の中を曲がりした後生まれてくる。でもその生まれる前から、実はあなたは神様に、人間を作られた、あなたを作られた神様に運ばれているという、そういう運ばれたからこそ生まれてくることができたというのです。さらに4節、あなた方が年をとっても私は同じようにすると言われています。60歳になろうと、70歳になろうと、80歳になろうと、90歳になろうと、100歳になろうと、100歳を超えても、あなた方が年をとっても私は同じように運び続ける、背負い続ける。あなた方が白髪になっても私は背負う、私はずっとそうしてきたのだ、生まれる前から。私は運ぶ、背負って救い出す。人間を作られた神様は、人間を生まれる前から背負って運び続けてくださって、私たちがたとえ寝たきりになったとしても、見捨てないで、見放さないで、見切らないで、背負い続けて約束の地に招いて、無事にたどり着くことができるということが言われています。今、神様が祝福されておりますから、長生きする人は長生きするでしょう。70歳、80歳、90歳と長生きしていくでしょう。そういう中で、やがてもう年ですからと言われる時がやってくるでしょう。目が見えにくくなる、耳が聞こえにくくなる、肩が上がらなくなるとかですね、足腰が痛いとか、さまざまな形で体に不具合が出てくる、体が壊れていく、シワもシミも増えていくでしょうし、そして体力もなくなっていくでしょう。やがて階段を登れなくなるかもしれません。段差でつまずき始めるかもしれません。家の中でも転んで骨を折ってしまうかもしれません。しかし大丈夫です。たとえ私たちが教会に来れなくなっても、たとえ私たちが歩けなくなっても、そんな私たちを、あなたをデザインし、メーカーさんとして作ってくださった、人間を作ってくださった本当の神様は、あなたを背負い続けて約束の地にあなたと一緒にたどり着くことができるという約束をしておられます。さあ、今日のところの結論です。主なる神様は虹の契約をもって再出発の時を備えてくださいました。至れり尽くせりで、まだ、水が引いたばっかりで、植物が、十分な時間を置いて収穫の時が来ない。それまではお肉を食べて、そして梅を増えようと祝福してくださいました。けれども、再出発したノアさんの家族の中にも恥や過ちがあったということを聖書はちゃんと書き記しています。再出発したノアの家族たちは決して完璧な完全な人たちではなかったんです。あのノアでさえもブドウ酒に酔っ払って裸になってグデーンってぶっ倒れて集体を晒してしまったんです。そして息子たちの何人かはそのお父さんをバカにして、そして何かいたずら的なことをしたかもしれません。しかし、そんな中で罪や恥を覆っていく、そんな姿もあったということも聖書は記録しておりました。私たちも今はですね、セルフコントロールができたとしても、やがて年老いていくとですね、あるいは気の緩みで、まあ、コロナもそうでしょう。コロナがかなり落ち着いてくるとですね、油断してしまって緊張の糸がプツンと切れてしまうと、かなりですね、道を外すようなことが起こり得るでしょう。集体を晒してしまう。そんな中で
大失敗を犯してしまうことも十分あり得ます。そうであったとしても、いや、ノアの家族たちがそうであったということが聖書に記されているというのは、本当に弱い者が救われていく、罪深い者が救われていく、恥や過ちの多いどうしようもない者が、それでもなお神様に許されて愛されて受け入れられて背負われ続けて、見切られることなく、思い切られることなく、神様が私はあなたを離れず、あなたを捨てないということで、約束のうちに無事にたどり着くことができるようにしてくださる、そんなことが書かれているということであります。過ちを犯すのは人間の弱さでしょう。そして生まれてきてから死ぬまでに過ちを犯さない人なんか一人もいません。聖書が語っている通りです。義人はいない、一人もいない。神の前に正しいと言えるような人は一人もいない。みんな誰も彼もが腐り果てて、腐った卵のように自分のことしか考えることができずに、自分を愛することもできず、他の人を愛することもできず、神様を愛することもできず、むしろ自分を憎み、隣人を憎み、神様を憎み、そして愛とは正反対の人生を生きるしかない、自分を殺め、人を殺め、神を殺そうとすることしかできない、そんな恥や過ちが多い人生でしょう。けれども神様はそのような私たちを許し、受け入れ、愛してくださり、抱きしめてくださり、そして祝福であふれさせて、そんな私たちを恵みによって全く新しい人に作り変えてくださる、恥や過ちを覆ってくださることを通して、何度も何度も再出発の時を備えてくださる、そのことをぜひ覚えていきたいのです。今日最後に、すべての良きものでという歌を歌っていきたいと思っています。この歌はなぜイエス様を愛するべきなのか、そのことが歌われています。イエスを愛せよ、心を尽くして、イエス様を愛してください、愛しましょう、心を尽くして。なぜかというと、彼は、イエス様は私のために、あなたのために死なれたから、あなたのようなもののために、私のようなもののために、イエス様は命を懸けて身代わりに死んでくださったから、私たちがイエス様を愛する前に、まずイエス様があなたを、私を愛してくださったから、イエスを崇めよ、イエスを褒めたたえよ、イエスを賛美せよ、心を尽くして。なぜか、彼は救いの贖いとなられた。ご自身の罪のない体を差し出して、その罪の借金を全部支払って贖いとなってくださった。すべての良きものを持って神様は私たちを愛してくださった。ですから、そのすべての良きものを持って、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして私たちを愛してくださったそのイエス様に対して、私たちも心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、すべての良きものをその方に捧げていく、これが礼拝であり賛美なんですよね。イエス様が一番最高のものを捧げてくださったからこそ、私たちも一番最高のものをイエス様にお返ししていく、これが賛美であり礼拝であり信仰のレスポンスと言えると思います。私たちは神様を愛しています。なぜなら、神がまず私たちを、あなたを愛してくださったからです。すべての良きものでを歌っていきたいと思います。イエスを愛せよ、心尽くして、彼は私のために死なれた。イエスを崇めよ、心尽くして、
希望を主イエスに捧げます。すべての良きもので主イエスを称えます。イエスを愛せよ、日曜日は、来週もう一回オンラインを続けたいと願っています。そして今相談しているところですが、6月に入りましたら、集まる礼拝を再開したいと願っておりますので、もう少し、お待ちください。午前10時半からスイートキリスト教会のホームページで動画と音声で礼拝を配信いたします。ぜひラブスイートで検索してみてください。また QR コードで読める方はですね、これを読み取っていただきますと、そのまま杉戸教会のホームページに飛べます。杉戸キリスト教会と検索していただいても出てくるかと思いますので、よろしくお願いします。音声というのはラブスイートラジオなんですけれども、3月3日から始めております。土曜日と月曜日はだいたいお休みしていますが、それ以外の日はだいたい毎日のように更新をしています。お時間のあるときにちょっと聞いていただきますと感謝です。やがての集まる礼拝のために、あるいは、教会に個人的に訪ねたいという方のために、いつも通常ご紹介しています。一番近い駅は東武動物公園の駅です。東口から出て古利根川を古川橋で渡りますと、杉戸町に入ります。川沿いに来ますと一番ショートカットで近いのですが、お蕎麦屋さんの横を通って、抜けてくると南側三側路を抜けてくるとですね、水戸キリスト教会が見えます。白い箱型の建物です。ぜひですね、月曜日祝日以外は朝8時半ぐらいから夜9時ぐらいまで教会を開けておりますので、個人的に来て教会に来てお祈りしたいとか、あるいは、個人的に、お話ししたいとかという方は遠慮なくお伝えくださればと思います。以上で、福音キリストは終わっていきたいと思いますが、週末から新しい週に向けて皆様の上に神様の祝福と守りと導きが豊かにありますようにとお祈りいたします。見てくださり、お聞きくださってありがとうございました。皆様の上に神様の祝福が豊かにありますように、またお会いしましょう。それでは。